本日のパスタなんだろう、ね、ちょっと聞きたいですよ、ね、うん、本日のパスタ本日のパスタが松阪豚ひき肉とタケノコのバター醤油半沢食用です。すげえ、あー、まあ、やば。とりあえず飲み物の方のじゃビール生ですか。はい、生です。はい、それで、すいません、ありがとうございます。何メランツ、メランツァーのナスです。ナスの釜揚げシラスと、はい、なんていうの、岩のり、はい、岩のりのクリームソースのピザ一つと、半熟トマトのアラビアータ、アラビアータ、はい、で、ベーコンとナス、トッピングで頑張りました。アサリのジェノバソース、はい、あ、まさか、完熟トマトのアラビアータで、はい、ベーコンと、はい、ナスでしょ、一緒じゃない、一緒じゃない、はい、で、お願いします。困りました。ジェノバソースはあのトッピングとかはよろしかったですか。大丈夫です、はい、困りました。ピザをシェアする形でよろしいですか。はい、はいはい、これ何て言うんですか。レスト、レスト、なんて言うの、レスト、レスト、レスト、休ませる、そう、楽しそうだな、あれだ、広いキッチンで料理できたら、あー、楽しいね。家の狭いところでやるとさ、なるほどね、めっちゃこう丁寧に片付けながらやらないんですよ。あれもこれも広げられないから、それがいっぱい切れないし、あー、ちょっとかけんスペース、そう、ケースね。お待たせしました。釜揚げシラス。ありがとうございます。そうそう。やば。ありがとうございます。マスター、これうまい。インサートちゃん。生意気なインサート。インサートストレス。違う違う。生意気なインサートを取る。いや、僕たち携帯がないから。マス。そんな言う割には怒ってるから。いただきます。おー、ちょっと、あ、うまい。でも普段絶対頼まない。いただきます。うん、あ、なんか生しらすってさ、もてはやされてる割にはさ、釜揚げの方がうまくて、実は思う。じゃんけんしようよ、これ、うん、2人が増える、か、1人で、そうか、おしゃれだもん、ちょっと人が1人で来るか、2人増えるか、2人食わせてくれ、さあ、さあ、あるやん、これは、これは、これは嬉しいよ。じゃんけんと聞こうぜ。じゃんけん弱いっすよ、ね、うん、いつも負けてる気弱い。うん、うま、胡椒うまい、胡椒だけ確認したかったな。もう一枚頼んだから、もう一枚やってみましょうか。食え、早く食え、やりますよ。俺の立場だからあんまり言えないけど、おい、私的にアラビアータになったベーコンのトッピングから、ありがとうございます。おいしそう、これ
はい、わお、ありがとうございます。上からチーズをおかけしますか？あ、俺たちもいけない。俺たちも、どっちも好きなところでストップお願いします。これ僕だけですか？あ、全部におかけ、別に大丈夫です。はい、はい、何でそんな恥ずかしがって。まとめたことなかった。チーズストップで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、最初に外す話。そうです。いや、一口も食べてない。まだ食べてない。まあ、そうやって一番美味しい食べ時を見失うタイプだから。いや、焦がされた瞬間が今、僕猫舌なんでちょうどいいです。一番好きなパスタ何？ペペペロンチーノ。いや、ペペペペペペロンチーノ。メインスキン。これ納豆パスタ。めちゃくちゃ和だった。自分で作るやつ。そう。パスタって手軽に作れるからさ。うん。店で頼むときはなんか難しそうなパスタ頼む。確かに。自分じゃ作れなさそうとか、食材とか。じゃあ、これだったから帰るね。やば、早っ。疲れ。俺もう、もうちょっと帰る。待って、拓司解散？びっくり、びっくり。食べ終わった人から解散。フードコートじゃないんだよ。ごちそうさまでした。じゃあ、お疲れ。ちょっと、早いです。自分で、なんか苦いのかなと思って、苦くない。これ、クリーミーな感じだね、結構。この子。あっさりしてない。おしゃれだけに。じゃあ、お疲れ。帰りますか。帰りますか。はい。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。